はじめまして、私は昭和大学横浜市北部病院消化器センターに所属している豊島直哉です。今回私は大腸 LST の臨床病理学的特徴について検討したので発表させていただきたいと思います。背景と目的です。いわゆる LST には大きく分けて LSTG と LSTNG の2タイプあり、病理学的特徴が異なると言われています。今回はその2タイプにおける臨床病理学的特徴を解明することを目的としました。こちらが LST の亜分類になります。LSTG はホモジーニアスタイプとノデュラーミックスタイプに、LSTNG はフラットエレベートタイプとシュドデプレスタイプに分かれます。方法ですが、2001年4月から2011年12月までに当院で治療した LST1419 病変を対象とし、それらを2つのタイプに分けて臨床病理学的特徴と内視鏡的特徴について検討しました。結果です。年齢に優位差は認めませんでしたが、LSTNG が男性に優位に多いことが分かります。また、同時性ないし異次性大腸がんを LST 全体の17.2%に認めました。部位ですが、LSTG は直腸に、LSTNG は右半結腸に多く認めました。亜分類別の腫瘍系別 SM がん率です。腫瘍系が大きくなるにつれて SM がん率は上昇し、また LSTG より LSTNG の方が高いことが分かります。LST の亜分類別の脈管侵襲、粘膜筋板破壊をきたしているものの比率を示したものです。脈管侵襲はノデュラミックスタイプ、シュードデプレッドタイプで高く、粘膜筋板破壊も同様の傾向を示していました。結論です。今回の検討で LST は2つのタイプで存在部位と SM がん率に違いがあることが分かりました。よって治療に際し、それらを考慮して治療法を選択する必要があります。また、 LST には17.2%に大腸がんを認めることから、仮に LST を見つけたら多病変がないか詳細な観察をする必要があると考えられます。以上です。